率直に言うとエロい。はい、よろしくお願いします。お願いします。2週間ぶりですね。そうですね。変わりました？2週間。やっぱね、目どうかなと見るんですけど。目ですね。うん。目がやっぱちょっと左右差気になります。なんかパッと見てたらわかんないんですけど。軽く言えばあります、うん。動画見てたらやっぱりちょっと気になるんですよね。静止画はあんまり気にならなくて。でも自分の動画見てたらちょっとこっちだけ開いてない落ちてるかなっていうのはあるんですよね、うんうんうん、すぐじゃないんですけど、はい、ちょっとやっぱ右もやろうかなと思ってます、はい、一昨日の夜に LINE が来ました、ね、迷ってやっぱり修正します。真夜中の乙女 LINE が来ました、はい、で今日はいつもそれ一旦置いといて、はいはい、私あと2週間で1ミリでも可愛くなりたいんですけど、うん、でちょっと萩原さんにも相談させてもらったんですけど、うん、今日はそもそもヒアルロン酸入れたくて、はいはい、唇に出す、うんうん、それはもう入れます、うん、でリトリフトもしたいなと思ってるんですけど、前回が7月の27日なんで2ヶ月半なんです。あ、うん、正確に言うと11日、ちょっと2週間後か、2週間後に台湾、はい、そもそも週末梅子さんっていう名前は、うん、週末に弾丸で台湾に行って写真撮影をするっていうコンセプトの YouTube 番組から生まれた名前なんですよ、うん、そうなんですよ。週末違う自分に変身したい願望を叶えてくれるのが台湾変身写真というか台湾写真で、あ、台湾の写真、その写真っていうのがなんかあるんです。そう、写真撮影をできるサービスがあって、あ、私が撮られる側で被写体として、うん、でカメラマンとメイクさんを雇って一日中ぶっ通して撮影をするっていう。台湾ってことですね、はい、うん、というわけで1ミリでも可愛くなりたい。そうなんです、ちょっと緊急に、もうほんまに本当に、じゃ台湾3年ぶりに行くんですよ。ずっとコロナのせいで行けないっていうのもあって、うんうん、で2週間後行って、じゃあその後行けるかっていうとちょっと未定なんで、うん、もうちょっとラストチャンスみたいな、まあ行くかもしれないですけど、うん、だ今後は台湾に2ヶ月に1回ぐらいのペースで行くたんびに直前に来て、なんかやってくれ、なんかやってくれって話になるかもしれないっていう気分ちょっと、あと2ヶ月みたいな、あと2週間はい、まず先生、じゃあ唇ヒアルロン酸、うん、ヒアルロン酸はそんなに断定もないかなっていう、うん、かと思いますね。もうなんか単純に割とボリューム出したいので、そうですね、そのハギブにしたいです。あんまりその目に注目が出、うん、るようなのはちょっと困るんですけど、私、うん、ちょっと人中がちょっと長めじゃないですか、だからこう上唇は薄くて、うん、やっぱちょっと入れて普通にしたい、短くしたいわけじゃないですけど、うんうん、ボリューム出すってことはちょっとここら辺で入れたんですかね、はい、結構上はいっぱい入れてもそんな不自然じゃなかったんですよ。ここに入れた生地、はい、あ、ありますあります、はい、でさ、ちょいちょい入れてちょいちょい入れてたんですけど、うん、なんかだいぶなくなってます、だいぶなくなってます、うん、はい、すぐなくなっちゃうんですよね、上唇は、うんうんうん、糸、どっちかって糸なんでしょ、メインは、まあ、糸はやっぱ説得が必要かなっていう感じで覚悟してきてるんですけど、あ、なるほどね、まあ、通常2週、2ヶ月までやる、そうそうそう、ね、糸は毎回チャレンジ企画になりますよね、はい、その2ヶ月後に入れて変わるのか、その腫れどうですか先生、2週間後、ああ、大丈夫でしょ、大抵大丈夫なんですけど、ちょっと違うんですけど、ウルスラをちょっと短い期間でやった継承例を見たことがあって、はい、顔が妙に遠く腫れます。え普通半年ぐらい開けるんですけど、はい、本人の希望前だったの、うん、なんかまあ3ヶ月前ぐらいに当てたその後みたいなことがあるんですけど、はい、なんかね、ボコボコ腫れてました、ね、それは薄らですけどね、それ腫れって何の腫れですか、ちょっとその時推測というかね、まあ、考えたのは、うん、まあ、今日はまだ熱が加わって活性化して炎症が沈みきってない時に勃発で炎症を起こさせたみたいなことで、それで糸とウルセラの順番、いや、ウルセラだった、あ、うん、それはウルセラじゃないですか、だからウルセラだったらそういうことがあったよという老婆心、週末ゴネコですわ、本当に、うん、週末ゴネコですわ、糸を2ヶ月後に入れたら
それは本当に知ったことはないんじゃないかな。いやでも3ヶ月はありました。まあ私あ大丈夫だった気がする。大丈夫な気がする。でも僕としてはその3年ぶりに満を持していく、はい、コロナ明けて台湾行くのに、撮影会があるのに、ベストじゃなかったらどうする、ってむくんだらどうするっていう、ちょっとお父さんの気持ち。ほうれい線がやっぱ一番気になるんですよ。写真を撮ってもらって自分で選ぶんですけど、うん、めっちゃ気になるんですよ、どうしても。今ちょっとちゃんと先生に、ちょっとちゃんと先生にこう見てもらって、うん、ほうれい線浅っ、うん、浅いと思いますね。浅い写真撮った時のだからパッと見に浅いじゃないか、うんうん、って言っても、なるほど、写真撮った時にここが出るのが嫌みたいな、うん、そういうリクエストって意外と多いですよね。多いですからね、うん、解決法としてはそのピアノさんもありなのかなと思ってるんですけど、それはだからちょっと思いましたね、うんうん、そっちの方がいいのかなみたいなとこはありますね、うん、だから今日ピアノさんとあまり余地ありますよ。それですね、今日ちょっとから、ありがとうございます。はい、そう、はい、まあ手やってないですよ、うん、ここは、うん、あの、うん、リフトじゃ取れない。リフトは取りたいですね。そうです、そうです。ピアノさんで解決するのとはピアノさんがいいんじゃないですかね。糸は変わんないんじゃないですか、ね、だって輪郭 V だもん、キュンってして、うん、じゃちょっとピアノさんちょっと怖いですけどね。大丈夫か、初めてやったことない、初めてなんですよ。ほうれい線入れるの初めて。意外にも、はい、大きいのから結構やってるから。そうです、なんか逆のパターンがね、今日何もしたことないので、ね、また平野さんからっていうのが多い。なんか平野さん注入ってここに入れるやつって、うん、あんまりこの、うん、人によってはこうなんかあんまり、うん、なんだろう、劇的じゃない時もあります。平野さんがずれて変に浮いちゃうとかっていう話も聞いちゃって、だったら糸リフトがいいかな。糸は、じゃあ、まあ、糸をもしやるとして、うん、多分あんま変わらない。ふっとしたら跳ねる、うん、この2条件があるわけですよ、うん、なるほど。あ、ほんまに、ね、変わんないのはちょっと期待値的に、うん、ね、ないかなっていうのがあって、矢野さんならば入れたことないから効果が全然ないから。本当ですか。でもその後というか中盤に、うん、あの帰属手術はしたんですよ。あ、なるほど、はい、ね、あ、軟骨入れたんで、まあ、言ってそこがすごい、あの聞いてるかどうかちょっとわかんないんですけど、うんうんうん、ここにものすごい入れたいっていう方もおられるんですけど、僕はあんまりこの回が気になるんですよね。言いますよね、うん、やんない方がいいのにどうして、やんない方がいいと、なんかカチカチになるのがわかりません。笑えないんですか、笑えない、なんつったらいいんだろう、キャッチックにならなくなるんですね。ピアル顔の石になる、なるほどなるほど、うん、これって段差あるもんだと思うんですよね。段差あっていいんですけど、うん、なんかこうちょっと上なの、うん、俺録画見てんのかっていうぐらい毎回同じ話してるもう、ね、でもね、私美容整形のモチベーション本当ほうれい線が一番なんか、まあそうよ、気持ちは分かります。長澤クリニックで、うん、あれ足を運んだのは最初ほうれい線で始まり、うんうん、今ほうれい線になってます。そうね、うん、テーマのね、ほうれい線になる、終わる病院とは病院が、その方向で先生、唇のヒアルロン酸で、うん、今のこの状態がヒアルロン酸で、うん、ほうれい線がどこまで変わるかチャレンジした、うん、まあ、そうですね、はい、うん、でヒアルロン酸を入れる、うん、うん、へこんでない、あんまりへこんでないです。余ったら出ますけどね、はい、うん、はい、で、唇はまあ全体、まあ膨らまってるようなね、はい、はい、って感じです。じゃあ意外にもほうれい線は初ヒアルロン酸のみだ、初めてです、はい、消毒します、ね、消毒します。じゃあお注射します。はい、右からいきます。点点点ってさ、全部、うん、そう、まあ、ここに何ていうのか、ここに沿って見ます、片方だけ見ます、見ましょうか、はい、
役立ってます。うん。うん。なりましたね。うん。ちょっと上がる感じしますよね。え、もうこっちにもください。アップで映ってきます。おお。おお。ちょっとなんかキュッてなった。うん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 。上がってる。うん。うん、暮らしてます、はい、今上唇が入ったほうれい線が入ったとこです。はい、ほうれい線めっちゃいいじゃないですか。消えてます。いい感じに、うん、ちょっとキュッて上がって、うんうん、え、アヒル口になった、うん、ともちんともちんって板野ともみ、懐かしい。思ってるのアヒル、そんな意識しちゃった、うん、おー、ような気もしてきますよね。うん、はい、どうでしょう。違う感じ、違う、もういい感じになって拭く前に血みどろのままでレバ刺し食べたぐらいな感じになってる。なんか元気になりましたよね。うん、パッと見られる。唇ツヤーンってしてね。さっきシワシワだったっていうわけじゃないけど、いやいや、ちょっとね、元気ない唇だったのが、うん、率直に言うとエロい。エロリップ。そうですね、エロリップだと思います。うん、セクシー、セクシー。やっぱ年齢が結構口って出るじゃないですか、うん、特に私皮膚が薄くて、うん、唇とかよくシワシワなので嬉しいです、うん、よかったです、はい、正面の顔、ほうれい線めっちゃ良くないですか、うんうん、あ、よかった、満面の笑みが見れて、うん、なんか、んーなんかなみたいになんなくてよかったですね、先生、うん、やったのわかる、変わったなって感じがする、意外とちょっと入れても、うん、オッケーですか？よかった。え、糸はどうします？糸はどうします？うるさい子猫。うるさい子猫。入れてもあんま変わんないですか？変わんないじゃないですか。本当ですか？美容外科整備。もうこのくだり終わりにしましょう。これ入れるパターンですから。普段絶対に聞けないドクターの本音をリアルに聞いていきます。チャンネル登録と通知音をよろしくお願いします。